皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。便利な世の中になり、字を書くことが少なくなった人も多いのではないでしょうか。その代償として、 漢字を忘れてしまう人が多いようです。それでも書けなくても読めると言っている方が多いですよね。でも実は多くの人が読み間違えている漢字というのがあるらしいです。可能性がある、あっても何な不思議ではないという意味ですね。あり得ると読む方が多いらしいですが、正しくはあり得る、です。ちなみにあり得るの対義語はありえない、です。 そのため、ありえるという読み方も慣用読みとして使われていますね。誰かに頼りたいと思う気持ちのことですね。依存するという言葉があるために、依存心と読む方が多いそうですが、正しくは依存心と読みます。一定人口に対する、その年の出生数の割合のことですね。出生率と読む方が多いそうですが、正しくは、出生率、です。 ただし、出生率という読み方も、慣用読みとして使われていますね。堤防や河原の土河川の敷地のことですね。河川敷と読まれることが多いのですが、正しくは、河川敷、です。ただし、河川敷という読み方は、連絡と呼ばれる読み方で、一般的に使われていますね。連絡とは、二つの語が結びついて一つの語になるとき、発音しやすいように、 後ろの語の語頭を落音に変化させることです。河川式を河川敷、手紙を手紙、綿毛を綿毛、と読むのが連絡ですね。読み方としては、牛車、牛車、牛車、と読まれると思います。ただし、同じように使われますが、厳密には、読み方により、意味合いが少し異なってきます。一般的に正しい読み方とされているのは、牛車、 ですね。ぎしゃとは、鬼神を乗せて牛に引かせたやかたのことですね。旧車、牛車と読んだ場合には、牛に引かせた荷車も含まれてしまいます。また、牛車という読み方は、連絡ですね。<laughs> 皆様、いかがでしたでしょうか寛容読みとは、異なる読み方が、広く用いられ定着した読み方。連絡とは、発音しやすいように、 静音を濁音に変化させた読み方。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。また、次回配信もぜひ、お越しくださいませ。